撮影。ラティフ・ヤヒアは、イラク生まれの著作家、イラン・イラク戦争に従軍した元戦闘員。ただし、ヤヒアが自称する経歴については、少なくとも二人のジャーナリストたちが疑義を提起している。ヤヒアは、自分がかつて、イラクの独裁者だったサッターム・フセインの息子、ウダイの影武者であったと自称していることで知られている。ヤヒアは、クルド人の血統を引いている。 彼自身が述べるところによれば、彼が、ウダイの影武者となったのは、イラン・イラク戦争が開戦した後だったという。ヤヒヤは、ウダイより4日早く生まれていた。23歳だった。彼は、大統領宮殿に呼び出されたが、そこで再会した、かつて学校で一緒だったウダイは、旧友たちが二人の要望が似ていると話していたことを、覚えていた。ヤヒヤは、ダイの影武者となり、 危険が予想される場合には、う大として、公衆の前に姿を現すことになると告げられた。この仕事を断ったヤヒヤは、独房に監禁されてしまう。やがて解放されたヤヒヤは、う大の影武者となることを引き受けた。その後ヤヒヤは、6ヶ月にわたって、う大の話し方や振る舞いを真似る訓練を受けた。要望が、さらに似るように、整形手術や、歯科矯正も受けた。 イラクによるクウェート侵攻の最中には、ヤヒアはイラク軍部隊の士気を高めるためバスラへ送られ、ウダイとして部隊の前に姿を現した。ヤヒアとウダイの関係は、その後ギクシャクしたものとなっていった。ヤヒアが述べるところによれば、積み重なっていた様々な事情の最後に決定的な悶弱の種となったのは、ウダイが興味を示したある女性が、 ヤヒアの方に関心を寄せたことであった。ウダイは、ヤヒアを打ち、すり傷を負わせた。美人コンテストのタイトルも持っていた。この女性とその父親を殺すように命じられたヤヒアは、ウダイに逆らって、両手を広げて二人を守ろうとした。ヤヒアは、イラク北部へ逃亡したが、ウダイと間違えられて、クルド人の軍事組織、ペシメルガに監禁された。やがて、彼がウダイではないとわかると、 彼は解放され、1992年にオーストリアへの亡命が認められた。オーストリアで襲撃された後、1995年にロンドンへ移り住んだ1997年3月10日、ヤヒアはノルウェーの難民事務所にガソリンの缶を持ち込み、それを床に撒き散らし、火をつけるぞと脅して、担当の職員を脅迫したとされる。職員は、なんとかヤヒアを落ち着かせ、 彼は30分ほどで現場から逃走した。その後、ヤヒアは警察に逮捕された。裁判が始まる前に釈放された、彼はイギリスを出国して、まずドイツへ向かい、ついでアイルランドへ移った。アイリッシュタイムズがミノ記者ヨーン・バトラーとサンデータイムズがミノ記者エド・シーザーは、ウダ大の影武者だったことなど、ヤヒアが自称する様々な主張を検証し、 1992年にイラクを出国して以降について自称されていることの多くが学歴などを含め実証できないことを指摘している。2007年、バトラーはヤヒアにインタビューをしてヤヒアが様々な機会に説明してきた内容に色々な矛盾があることに焦点を当てた記事を書いた。2011年、ヤヒアの著書デビルズダブルの発売前にバトラーはヤヒアが ウダイの影武者だった時の物語は、穏やかな言い方をすれば、手の込んだありそうにもない話だと述べている。2007年のインタビューが発表された後、ヤヒアの元妻がバトラーに連絡してきて、彼女が最初にヤヒアに出会った時には、ハーリドアルクバイシという名前を使っていたと告げた。彼女が、うだの影武者という話を初めて耳にしたのは、結婚した後のことだったが、彼女はその話を、 疑わしいと思ったという。2011年、シーザーは、フセイン政権時代を知る、様々な人々へのインタビューを行った。サッダーアムフセインが影武者を立てているという話は広く、知られていたが、ウダイと親しかった、女性二人はウダイについては、影武者はいなかったと断言した。女性の一人は、ヤヒヤは1990年に、ウダイを語ったとして投獄されたのだと話し、 もう一人は同様のことを裏付けた上で、ヤヒアが女性を引っ掛けるために、ウダイのふりをしていた、と述べた。1989年から2003年まで、大統領宮殿で護衛役を務めていた人物は、ウダイは影武者を立てたことはないと否定した。サッダ・アムフセインの担当医であったイブン・シーナ病院の整形外科医は、ヤヒアが主張するような形成外科手術が行われた。 事実はないとした。彼は、ウダイへの月下手術は数多く手術したが、ウダイに影武者がいたということはなかった、とも述べた。当時のイラクの所持に通じ、フセイン兄弟に近い人物とも友人だったと称する、アメリカ合衆国中央情報局のイラクにおける、現職員は、ヤヒアのことは、当時聞いたことはなかったし、ウダイが影武者を使っているという話も全く、 聞かなかったと述べた。ヤヒアは、こうした主張に反論し、彼の存在は、国家機密だったのだと述べた。サッダー・ーム・フセインは拘束後の尋問において、イラクの政権関係者、特にウダイが影武者を立てていたかと問われたのに対し、そうした話を否定した上で、息子たちはそんなことはせんだろうと述べたという。リータ・マホリが監督し、ドミニック・クーパーが主演してヤヒアとウダイの2役を演じた。 映画、デビルズダブル、ある影武者の物語は、2011年1月22日に、サンダンス映画祭で、初公開された。ナショナルジオグラフィックチャンネルの番組、ロックドアップアブロードは、2012年のエピソードの、一つで、ヤヒアを取り上げた。ありがとうございます。